皆さんこんにちは、性感染症内科医ののりです。今日はですね、治癒検査ね、治癒検査についてやっていこうと思います。でいきなり治癒検査っていうとすごく難しいですよね。まず治癒って何っていう風になると思うんですけど、治癒っていうのはまあ一般用語で言うとね、多分ね完治したとかっていうことになると思いますね。しっかりと治ったかどうかを調べる検査、それが治癒検査っていうことになります。じゃあね、例えばクラミジアを例にとってみたいんですけど、クラミジアに効くお薬って何ですかねって聞くとするじゃないですか。そうすると一種類じゃないんですよ。例えばね、今これ用意してるんですけど、これもクラミジアに効くし、これもクラミジアに効くし、これもクラミジアに効くし、これもこれもクラミジアに効くんですよ。全部クラミジアに効くんですよ。じゃあ全部クラミジアに効くんだったら、これを、飲んだ後に治癒検査ね、治ったかどうか確認する検査はいらなくないですかって理論的に思っちゃいますよね。だってどれも効くんだからってことになるんだけど、どれも 100% 効くとは限らないっていうところがやっぱり医学なんですね。だから、まあ、これを飲んだ後に、もし効かなかった、ね、効かなかったらまた、PCR が陽性になるわけですね。でちょっとじゃあその検査の、過程がちょっと分かりにくいと思いますので、まずそのどういうタイミングでクラミジアって診断がついて、でお薬を飲んで、でその後治癒検査をするのかっていうのをちょっ と、図を見ながらね、説明していきたいと思います。こんにちは、ただいま金座光クリニックでは受付スタッフ、 YouTube 編集者、非常勤医師を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場作りをしてみませんか。はい、そしたらね、この図ですけれども、左から見ていきます。はい、まずクラミジア検査の PCR の検査をやるのがこれです。でそれでクラミジアの診断、ね、検査陽性だったらクラミジアが診断されます。で先ほどの、まあ、どんなお薬を飲むのっていうのはもうたくさんあるんで、まあ、そのうちの一番いいというものを選んで処方します。でお薬を飲んでもらって、でその2週間後、ね、約2週間後にもう1回最初と同じ PCR の検査を受けます。でそこで受けて検査陰性であればクラミジアは完治したね、いわゆるこれがね治癒検査なんですね。初回の検査がこれで、次の再検査、これを治癒検査って我々は呼んでいます。でそれはする理由は何でかっていうと、ここのお薬が 100% じゃないからです。 100% 効くお薬っていうのは存在しません。なので、ここの薬が効いたかどうか、ね、あなたのクラミジアにこの薬が効いたかどうかを、これで判断するというわけです。もし薬で、クラミジアが効かなかったらどうなるのかということになりますけれど、これがね効かなかったパターンなんですけど、まあ最初からやっていくと、最初に検査してクラミジア陽性で処方してもう一回検査、再検査、これ治癒検査なんだけど、これでまた陽性が出てしまったとなったらどうしたらいいのってなるんだけど、そういう場合はまあ作用機序の異なる薬の処方って書いてあるんだけど、先ほどたくさん薬ありましたよね。あの中で、他の作用機序ね、薬、例えばその抗生剤なので、抗生剤がそのクラミジアという細菌を倒すメカニズムの異なる、ね、そういう次のお薬っていうものをお出しします。でそれでもう1回2週間後に PCR の検査を行います。これがまた治癒検査になります。そこでまた陽性だったらまた今度は別のお薬を行きます。でこのサイクルなんですね。まあ、こういうことがあるってことを、まあ、ドクターは想定して必ずこの治癒検査に来てくださいっていうことになります。なのでこれをすっぽかしてしまうと、治ったかなと思って、また、パートナーさんに移してしまうことがあります、ね、そういうことがあるので必ず治癒検査は必要になります。でね、治癒検査でポイントは、まあ、例えばこれがおしっこだったとして、喉の検査をしていない方は、治癒検査の時に必ず喉の検査をした方がいいです。例えばディープキスだとか、あるいはオーラルセックスですね。クンニとか、フェラチオとかで移ってしまうこともありますので、そういう方は必ずここで喉をチェックして、喉の、クラミジア陰性ってことをちゃんとチェックした上で、次の性行為に向かうということがとても大切になります。いかがだったでしょうか。今日はね、治癒検査について説明しました。ね、治癒検査がどうして必要なのかということ。ね、大事なことはね、2つあったと思うんですけど、1つは、まあ、例えばクラミジアであれば、どんな薬があるのって、こんなにたくさん薬があるよっていうこと。ね、どれもクラミジアに効きますよっていうことなんだけど、その一方で、じゃあ、どれも 100% 効くとは限らないということです。
なので 100% 効くとは限らないということはちゃんと検査をして治ったかどうか、ね、完治したかどうか、それを確かめる検査っていうのが治癒検査なんだという、ね、そういうことになります。はい、じゃあ今日はね、以上になります。お疲れ様でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新人アシスタントのラータムです。これを機にチャンネル登録、高評価